漆黒のジェイル。私の名前は松、江戸の吉原遊郭で働く女。お松、お客だよ。はい、遊郭とは江戸幕府公認の夜の街、男性客にサービスを行うところよ。一見華やかに映るこの世界だけど、脚光を浴びるのは花魁と呼ばれるごく一部の地位の高い遊女だけ。もたもたするな、早く対応してやらないと。はい、寝る間もなくひたすら働く日々。その過酷すぎる労働環境に頭を悩ませている。そして先月、私は耐えきれず脱走を試みた。しかし待てこれ。すぐに店の男たちに捕まってしまい、無理やり店に連れ戻され、お仕置き部屋に放り込まれてくすぐり攻めの刑を食らった。やあ、脱走などしやがって。3時間もいたぶられて、もう呼吸困難で死にかけたわ。以来店の人は私により厳しくなった。お待つ、お客からお叱りを受けたぞ。手を抜きやがったな。いえ違うんです。実は私、あの刑の後心身ともに疲れ切ってしまい、お客様へのサービスに集中できなくなっていた。くすぐり刑を受けた後、私は上司と約束をしている。二度と迷惑をかけるなよ。いいな。はい、しかし私はまたやらかしてしまったのだ。なんと連日睡眠不足のあまり、接客中に居眠りをしてしまった。畜生、客を何だと思ってやがるんだ。申し訳ございません。お客は怒って帰ってしまい、部屋に残された私はただ凍りついていた。すると、お待つ、やってくれたな。ごめんなさい。どうしよう、これはただじゃ済まされない。上層部が集まって話し合いを始めた。お客を失ってしまいました。罰だ、接客態度を改めさせねえといけねえな。何かまた罰が与えられるに違いない。もう嫌だ、逃げ出したい。話し合いが終わったかと思うと、上司たちが鬼の形相で近づいてきた。許さん、罰だ。お前のせいで大事なお客を失ったぞ。いえ、私は再び罰を受けることとなってしまった。しかもその罰はというと、お前はいぶし攻めだ、覚悟しろ。いやだ。いぶし攻め、何それ、もう逃げられない。私は恐怖で震えが止まらなくなった。いぶし攻めとは、手足を拘束して身動きできない遊女の前で植物をいぶして、うちわで煙を向けていく拷問。煙を吸い込んだ途端、目や喉の粘膜を刺激される痛みや涙、咳、嘔吐、呼吸困難、さらには意識喪失などが起こる。すぐに店の奥の狭い仕置き部屋へと連れて行かれると、お仕置きだ。何をするのですか。なんと私は男たちに無理やり着物を脱がされた。すると、逃げるんじゃねえぞ。いや、痛い、やめてください。私の両手は後ろ手に縄で縛り上げられた。そして身動きが取れなくなったところで、よし、唐辛子とニラを積んでやれ。はっ。なんと目の前の台に大量の草木を積み上げられた唐辛子とニラらしい。一体何するつもり。次の瞬間、よし、火をつけろ、いぶし攻めだ。いや、やだ、何。なんと大量に積まれた唐辛子とニラに火がつけられた。いぶされる植物には刺激の高いものが使われることが多く、唐辛子とニラの香りはどうだ、強烈だろう。これをいぶしてうちわで仰いで煙ごと浴びせてきた。これが実に強烈な苦痛を伴う拷問だった。そのまま大量の唐辛子とニラをいぶし続けると、部屋中に強烈な匂いの煙が充満。懲りないやつめ、よく反省しろ。容赦なくその煙が目や鼻、口に入り込み、それらがビリビリと焼き裂かれるような激痛が走った。この刺激の高い煙がより一層私の呼吸器や粘膜を傷つけていった。苦しい。もっと苦しめ。私は目、鼻、喉に強烈な痛みを伴いながら、徐々に呼吸困難の状態に陥っていった。それでも容赦ないいぶし攻めが続く。鬼だ、この世界の男たちは鬼でしかない。どうだ、参ったか。絶対服従を約束できるか。やだ。実はこの刑、遊女としてこの先の絶対服従を誓わなければ許してもらえない。この奴隷のような扱いに反発していると、なんとさらに大量の唐辛子とニラが追加される。死ぬぞ、そろそろ堪忍したらどうだ。顔と体は煙で汚れるし、私の喉は引きちぎれそうになり、呼吸困難に陥った。そして私はこれ以上我慢すれば確実に死ぬと確信し、絶対服従いたします、お許しください。ようやく反省したようだな。いぶし攻めを浴びること30分、降参するとようやく消化され刑が終了。遊女は店の商品なので、この先も働かせなくてはならない。だから決して火で焼いたり命に関わる拷問はしない。あくまでもいぶして攻め続ける。心身ともに傷つくこの苦痛は生き地獄でしかなかった。華やかに彩られる江戸の遊郭は徹底した接客サービスが求められる。ほら、早く準備しろ、お客が来るぞ。その裏側にはお仕置きの恐怖がつきものなのだ。